ね、じゃあとりあえずいつも通り挨拶から入る。どうも、はい、こんばんは。底辺の王と書いて帝王という無神道です。はい、ここからは例えば、ブリトンさん2100ポイント。手を今あなたの頭の中にかか、語りかけます。カレーです。カレーをどうするんですか？こんばんは。ね、カレーだけに何？今日は37人だって。亡くなった人ですか？もう眠いです。まあね。はい、ハム太郎さんいらっしゃいませ。こんばんは、こです。はい、八九米さんもいらっしゃいませ。こんばんは。はい。ウニさんもいらっしゃいませ。もう眠いですよね。てん。ね、まだ10時ですよ。じゃあね、眠いんだったら寝てます。だからもうね、そういうね、ね、屋内でね、ガソリンばらまかれたもんね、逃走経路もないじゃん、もう、そうなっちゃうでしょうね。本当にね、いろいろっていうか、もう、不運に不運が重なったとしか言いようがないでしょうね。はい、12個目さんもいらっしゃいませ、こんばんは。はい、大丈夫ですか。はい、日の子さんもいらっしゃいませ、こんばんはってことで、はい。ということで、はい、この時間は、はい、平日の深夜の部ということで、はい、スーパーロボット対戦 F の、はい、人生期待、期待パイロットの人生縛りでやってます。はい、広告ありがとうので、ブリトーさん300ポイント、はい。文字数制限に負けた、そういうのは勝ち負けじゃないですか。で、もう気をつけてね、本当にね、火つけられたね。ねえ、うん、ねえ。ねえ、なんであんなことしたんでしょうね。で、火に強い人とかいるんですか。ねえ、暑いのに強いっていうのはまだしも、火に強い人なんかいないでしょ、人間ね。はい、ということで、題して底辺が白っ子はシャピロごとき、フルボッコにする配信の、第3話から、はい、お送りしますんで、ねえ、前回ちょっとジェッターである人いるんですか。何言ってんですか。はい、チョモさんもいらっしゃいます、こんばんは。はい、こういう日に何、東京 MX で白箱はどうかと思うと、いや、もうしょうがないでしょ、でもね、よく。はい、はい、踏み込みが大変、はい、泉人さんもいらっしゃいます、こんばんは。うん、まあ、踏み込みが足りなくてね、昨日ね、いろいろ切り払われましたが、はい。はい、デカチンオさん、こんばんはってことで、はい、27個目さんもいらっしゃいませ。落ち着け、落ち着けるならね、まあいいんですが、はい、30個目さんもいらっしゃいませ。どうも、こんばんは。はい、広告、はい、ありがとうございます。ブリトさん、また、はい、カレーといえば対戦、つきませんよ。今日こそ、今日は時間多分ね、ちょっと2時間もあるでしょうから。楽な状態で亡くならず健康になって恐怖を感じながら亡くなってほしいですね。どうなんでしょうね。なんか、やっぱり犯人もね、やっぱ火傷ってね、なんか、ね、結構なんか腕だけ、なんか顔とかもやっぱね、あれしてるから、ちょっとね、容体がどうなるかわかんないって話ですが。まあ、どういうね、あれになるか。カラオケ。わかりません。カラオケはじゃあ、終わりでいいでしょう。はい。500円さんいらっしゃいませ。こんばんは。ファイアーブレム、もう記憶にない。はい。34個目さんもいらっしゃいます。こんばんは。手をカレー食ったの聞いたことない。いや、ありますよ。うん、ね、言って。そりゃ、そんなに機会ないでしょうけど、まあ、月1ぐらいでは食べてんじゃないかな。はい。じゃあ、再開しましょうか。今日、第3話からですね、リアル系。はい。ああ、ほんと昨日のね、うん、王子がもうちょっとのとこだったんですけど、ね、うん。ね、はい、ジョニー・ペイさんいらっしゃいました、こんばんは。犯人には手足ぶった切って、五感が状態で一生牢屋にいてほしい。まあね、でも本当にね、30人ですからね。ね、本当にどうあれしてもね、ね、あまりあるっていうかね、そんなね、罪ですからね、もう。一生償うとかそんなレベルじゃないですからね。はい、上海さんさんも、はい、いらっしゃいませ。こんばんは、和子です。スパロウィフやります。コバエが飛ぶ音を再現してみました。そうですか。どうしようかな。帝王は第六感があるんだよね。何の六感ですか。悪い方で歴史に名を刻んだね。ねえね、えなんか戦後最悪のね放火ってね話だし、こんなことでね、でも名前残すのもどうかと思うんですが、とりあえずメタスやられたらやばいってことはもう明白ですからね。どうしよう。
帝王はコスモを感じたことある？ありません。こっちにビデオでことかフジテレビでことかだったら称賛されてそう。いや、どう称賛はされないんじゃないですか、そりゃ。はい、メタさんヒットポイントあるの方どうしてですかね。はい、47個目さんいらっしゃいませ。はい、どうもこんばんは。第6巻持ちたことはニュータイプしないや、もんなもそんなものありませんが、まあ、メタス、まあ、いずれヒットポイントもありますけど、どうでしょう。そこダメですか。まあ、確かそっちの方が安かったかもですが、まあ、まあ、ちょっとまたお金貯まった、ヒットポイント上げると敵に狙われにくくなる。はい、ああ、そういう意味ではですか。なるほどね。おしっこごときフルボッコに。おしっこはダメです。おしっこにはもう手が出ませんから。どうしよう。眠いでしゅ。ね、僕も眠いですけど、ちょっとね、この配信終わったら僕もぐっすり寝ますでしょう。妖精などうかな。いいこと教えたので凝らせてください。何言ってんですか。甘えるな。何甘えるなんですか。どうしよう、リエスな。いや、ダバの方がいいかな、やっぱり。強化パーツが。やめておきましょう。はい、54個目さんもいらっしゃいませ、こんばんは。これこんなもんかな。まあ今んとこね、2話まで効果不効果ね、散々な目に遭いましたが、まあ犠牲者まだ出てないんで、なんとかね、犠牲者出さないこと最優先でちょっと進めていきましょうってことで、はい。じゃあ3話いきましょう。妖精なら目の前で踊ってるよ。どこにどこどこ見えない。ねえ、ふーん、異星人といっても私たちと変わらないわね。わ、言葉はどうしてんだ。はい。何のですか。帝王のっていうかね、スパロボの配信のです。はい。見たら、銀狐さん、はい、どうもいらっしゃいませ、こんばんです。ね、言葉はどうしてんだ。俺たちには共通語を喋ってるようにしか聞こえないけど、高性能な翻訳機があるんだよ。はい、どうも、ダンテさんもいらっしゃいませ。あの、ハデってはね、ハデじゃない、デブですけど、デブ王で、ハデじゃないんで、あの、ちょっとそこは撤回してくださいね、はい。高性能な翻訳機があるのよ。そうでもなきゃ、アムがよその星の言葉なんて話せるわけねえもんな。兄よ、人のことは言えないでしょうが。え？うん、ハゲはないです。ハゲてないです。で、デブでアホですけど、ハゲデブアホの三冠ではありません。なはは、まあ、お互い様ってとこか。ところで言うものは相談だが、あんたたちの使ってる目がちょいと見学させてもらえねえかな。どうして。俺はメカニックにはチート腕がに覚えがあるんだぜ。全く違う事実ってのも見てみたいしな。どうかしら、あなたたちを疑うわけじゃないけど、一応軍の秘密になってることだし。なんでですか。いいじゃないですか。はい。映ってない、映らないでしょ。はい、いいじゃないですか、5時に起きたって。はい、どうも、コミュニティフォローありがとうございます。はい、スパロブ、はい、人生縛りでやってます。なら俺たちのゲッターなら構わないだろう。あれなら軍の所有物じゃない。おほ、話がわかるね。じゃあ早速カフの子に連れてってもらっちゃおうかな。ゲッターなんか見せたら余計意味分かるんだろうな。まあわからんでしょうね。手を打って寝てる。ブライトどうだった。止まってそうだよね。え、うん、息多分止まってるからその人に勝ってるね。そうですか。ハデレブって誰のこと。ブライトどうだった。それが参謀本部との連絡が取れんのだ。ホセダル君との戦闘で混乱してんじゃないのか。7時半に起きたいって。そう、じゃああと2時間頑張って起きてるしかないんじゃないですか。確かに各地でポセイダル軍の侵攻が始まっているのは間違いない。だがそれにしても連絡ぐらいは取れるはずだが、まさかインスペクター事件の時のように、最悪の事態を想定しておいた方が良さそうだ。インスペクター、何です。4ヶ月ほど前に地球に侵攻してきた異星人のことよ。ポセイダル軍に協力しているというのはインスペクターかもしれないな。ダーバ君、心当たりはないのかい。僕じゃありませんから。もう今日何度も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 言われましたがね。もう分かりません。我々もそこまでの情報は掴んでいませんから。
ブライト館長、シャングリラの頃に渋滞から、緊急入電です。はい。ハーデハーレム。僕はハーデじゃないですから、はい。ザテトラックさんもいらっしゃいます。こんばんは。ね、心当たりはないです。ポセイダル軍と思われる敵にコロニー内に侵入されたそうです。わかった、すぐ救援に向かう。帝王の体に溜まったエネルギー、はい、あーどうもコミュニティフォローありがとうございます。何言ってんですか、そんな油で脂肪発火ね、脂肪の自然発火でそんな30人も死んでたまるもんですか、うん、くっこいつらアイフィールド装備してんのか、うん、だってハリーってないのにハリハリ言われたらそりゃね否定したくなるでしょ。はい、77個目さんいらっしゃいます、こんばんは、うん、実弾装備を使い、ここから先は通すな。あ、危ないでいいですか。僕はやけど負ってませんから、はい、帝王の尿道からこんにちはさんいらっしゃいます。はい、こんばんは。甘いな。よう、ハゲのくせに認めないとかお前の。ハゲてないですよ。それちょっと怪しいかもですが、ハゲとは、ハゲとまだ言われるほどじゃないと思いますよ。81個目さんいらっしゃいませ、はい、この話は誰か離脱するね。どうでしょう、いや慎重に行けばなんとかなるんじゃないかな。無理かね。いやそんなに、まあなんとかやります。怪しいってことはふさおうじゃないんですか。ふさふさですけど、まあ部分的にちょっと微妙かもですけど、はい、体調そらそらよそ見してんじゃねえよ。体調落ちたからもう使えない。体調がむしろ使えたことある人いるんですか。盗賊上がりの戦法見せてやるぜ。慎重に行けばって小さいだけに留保戦術ってことか。何が慎重、慎重ですよ、まあ、こいつらしょうがないにしても。あ、兵士も落ちた。これでこの二人が出たら次出ませんよ、出ませんよ、この兵士はもう出てきませんよ。はい、88個目さんいらっしゃいます、こんばんは。ふっ、この程度とはな、地球人の力大したことはないな。ギャブレ、油断するな。敵の増援がこちらに向かっているとの情報もある。分かっております、チェイチャードも発射、軍事施設を占領するぞ。クソ、この2台で戦闘仕掛けてくるなんて、なんてやつらだ。お姉ちゃん早く避難しないと。ディーナはいいのと先に言ってろ、俺はあいつらを食い止める。どうやって、ダブルゼータはないんだろう。ダブルゼータがないからって。ジュドン、なんとか見せてきたよ。なんだおいエル、そんな旧式しかなかったのかよ。はい、どうも、アクさんいらっしゃいませ、どうもこんばんはです。ザクですね、アクじゃないザク、うん、贅沢言うな、これでもじゃんけん仲間から無理って借りてきたんだぞ。幸せですかね。意図じゃありません。そうですか、柔道にはネモを持ってきたんだ、これなら少しはマシだろ。まあ言ったな、まあ何よりマシか。お兄ちゃん無理しないで。楽に F2 型ならなんとか。F2 型どうでしょうね。かしらまだ生き残りがいたようですぜ。ダブルゼータはね出ないんですよね。完結編にならないと。ふん、たった4機で何ができる。わけのわかんない連中に以上好きにさせるかよ。微妙にあれなんですよね。これ普通に考えたらこっちに逃げた方がいいんですけど。まあね、こいつら全員ね言ってニュータイプですからね。でもこいつらも結構やばいんですよね。1,2,3,4,5。だからこいつらにも狙われないようにしつつ。この4機で一番使えないね。もう一番ってことはないんじゃない。ニュータイプでも人権のないタイプのニュータイプ。一番ってことはないでしょう。一応、まあ確かに、ただ兵器がね確かにねいろいろ実用性がないでしょうから。帝王もニュータイプみたいなもんやんけ。
何平和ってスパロボとか桜大戦とかメタルマックスとかやってっけど、はい、ロボット好きなの。別にロボットが好きってわけじゃない、好きで、まあメカモノ好きってことかもしれませんね、そういうのは。どうしよう、1,2,3,4,5 とりあえず1,2,3,4,5 ここ一応セーフか。帝王派ちっちゃい女の子が大好き。中年世代はロボアニメが多い時期を過ごしたから。ねえ、そういう時代でしたからね。ロボットは男のロマンなんだよ。他の3機は実弾兵器があるのでホモにはある程度戦える。いや、戦えるって言っても こいつらで殲滅は無理でしょう。でも言って増援待つ、増援来るまでちょっと しのぐしかないでしょうが、頑張りますけど。小物教育ひどいな。ちょっとニュース見てたんだけど、今日はもう孫が就職したって、おじいちゃん出ててかわいそうだった。いやー、うわ、ねえ、そのお孫さんがってことですよね。ってことはそれ辛いですね。デスペンストとゲッター縛りだぜ。出したような兵器生産して負けるジオン系。デスペンストもゲッターもしやしよう。一連装系、好き嫌いは自由だな。大したよな。まあね、大したよって。まあやっぱ物量でしょ。関係ない話やな。関係ないですか。貴重な数少ないガンタンクのシーンですね。2年か、うわー、ねえ、サイレントボイス歌ってあとでてか、第1スタジオが放火されただけだから第2スタジオに勤めてれば無事なはず。そうなんですか。スタジオ2つあるってことですか。ねえ、でも本当にサイレンズオイスで生放送して、さあ、後でカラオケ終わったらね、今日時間がそんなにねえ余ったら、今日ねえ、なるべく3話4話終わらそうと思うんで、そこ終わったら。よし。まあ、ジュドはね、やっぱね、一応、こいつらに比べれば、まだちょっとね、使えますかね。1,2,3,4,5。それ考えれば、まだジュドは戦えるから。このゲーム1話が長いからね。まあ、1話、1時間ね、で終わればってとこですけど。柔道と根性いらんから集中くれ。集中がないのがね、柔道ちょっと本当にね、まあそこがね、多分ね、やっぱり柔道一応ニュータイプとしては強い方だったはずだよ。ただちょっとやっぱアムロとかね、カミューと比較するとね、ちょっと回避がね、ちょっとね、結構差がありますから、ね、眠いでし寝ないけど、ね、ファンネルなしだけどハマーンに勝ったし、自動、まあどうなんでしょうね、あれもハマーンもね、本当にね、勝つことにね執着してたらね、やっぱ柔道負けてたでしょうし。ね、柔道も言ってましたかね、もっとファンネルね、うまく使えば勝ててだろうね、だろうにって。ニュータイプも良いけど、うまいニュータイプも忘れるな。ゲーム上だとアムロやカミーユと比べられたら仕方ないな。ね、間違いない。ポセイダル軍だ。あれはコロニーの守備隊にした装備が貧弱だが。え？アニメ見ないのって、いや、だ最近のアニメは見ないけど、やっぱりね、昔のね、やっぱりね、スパロボのアニメとか結構見たやつ多いですよ。ロンドベリじゃないの、ヤッホー、来てくれたんだ。柔道か。そういう連中が集まってるから、こうがやったかくでも仕方ないよね。ね、仕方ない。ん？敵の増援か？臆するな、ギャブレ。あの程度の数で何ができるものか。あれは、まさか。
ギャブレじゃないの？人の意思でハイメガまさかこんなところで出会うとはな。え、ああ。まあね、それ言ったらゼータのはね、あれもそうですけど。まさかこんなところで出会うとはな。ブライトさん、僕も刺激させてください。ん？しかし、その方がいいブライト。彼らの方が敵の戦力についてはよく知っている。ファンネル使い僕はタロの略式だるまにしちゃうぐらいだったね。ねえ。ありがとうございます。あ、待ってよ、ダバ。おー、酔いてくなよ。わ、コペイ王様。はい。頑張って、ポテンダル。僕応援してくださいよ。はい。猫の神さんいらっしゃいます。どうも、こんばんは。一応、今のところね、まだ犠牲者ゼロでね、踏ん張ってますから。何？エルガイムだと？ギャブレットギャブレ。ポセイダルの野心に手を貸して恥ずかしくないのか。ギャブレットの前線でイタコアタックしてるから仕方ない ね。グラさん、コーチカズカラの兵器は使えまい。ダブル。カラのね、どうかのでしたから仕方ないよね。まあ初代からね、ある意味オカルト的なとこもはね、ニュータイプにね、ニュータイプにね、初代ガンダムでスーパーロボットからの脱却って言ってたのにがっかりそうですか。最終的にどのルートを進むの？いや、まだその辺アンケートでリスナーさんの意見をね、採用して決めようかなと思ってます。貴様こそ異星人に肩入れするたこの裏切り者が。いや、ポセイダにある、そんなこともわからないのか。さあ、ここからリグリーのフルバーニアンは使えない。いや、まだ辻宇宙、辻宇宙だから、まだフルバーニアンもうちょいでもある。正体だね。皆さん気をつけてください。ヘビーメタルには対ビームコーティングが施されています。弱い力のビームでは通用しません。何？ポセイダル勝利ルートってそんなルートありません。はい。誰じゃ、わしじゃよって書いてよ。ドットコムさんいらっしゃいます。こんばんは。適正 B で100でもね、やっぱりちょっとね、性能を取りますからね。ブライトさん、あいつら一体何者なんだ？ポセイダル軍という異星人の軍が地球に対して宣戦布告してきた。原作って、いや、こうって、でも、いや、あったでしょ、多分。ヘビーメタルにあったかは知りませんけどね、確か戦艦にはなんかビームコーティングがあったでしょう。ねえ、ザークの、行かないですよ。なんでまた戦争が始まるのか。とりあえず柔道らをこううまく、うん、ちょっとその前にこっちをちょっとね突っ込ませないとですからね。加速はない。死の承認帝王を伏す。死の商人、何ですかその死って。死亡ですか。はい。143個目さんいらっしゃいませ。こんばんはです。男は毎日戦争なんだよ。外に出たら自分以外は全員敵なんだよ。いや、そらそれでね、そういう社会が本当に正常なんですかね。あ、そっか、キースってことはあれか、ちょっと怖いな。まあ、でも突っ込ませないと無理ですよね。裏木も裏木で、裏木が突っ込んでもあんまり役に立たないんですけど、まあいいか。今日クリアル？ないです。まだ始まったばかりです。多分予定では9月いっぱいぐらいまでかかるんじゃないか。9月か、まあ8月、8月いっぱいでしょうね、どんなに早くても。ないですよ。なんで知れって、なんで知れって嘘つくんですか。ん？武器商人。裏木は精神コマンドだけは一人前って攻略本に書かれてた。こう裏木、口を開けてるだけの戦力外じゃない。この間会社から帰宅するときに肩でこめかみ刺されて失明した人いたね、はい、明らかに狙っていたみたいだが。あ、なんか、なんかね、この間、この前もコメントで来ましたね。ね、まあ狙ったんだったらもうしょうがないでしょうけどね。でも注意でね、そんななったら本当に9月で全然ならないように気をつけたいですが、自信じゃないでしょう。6の783の9の、でよ、お前そんなことしたのかよ。最低してませんよ。何言ってんですか。
ウラキは結局王子になれないってことだな。ベジータ王です。ベジータですか。この剣みたいはもうなれないですね。やられた。アルファぐらいでしたっけね。ウラキも結構ね、なんか令和になってから悪い話しか記憶にない。あんまりいい話ってないですよね。令和になってからのいい話って何でしょう。手を出さないから。何のことですか。盗みはしてませんよ。帝王は親には手を出すよ。出しませんよ。やらせるか。ちょ、ナイス。ちょうどアニメーションでテロがあったそうですね。びっくりしました。テロというかわかりませんがね。でも衛星のなんか成功したね。本当にテロというか、この間人工生命がありましたっけ。あんまり覚えてないです。60か。まあ、モンドが悪いんじゃなくて、ガンキャノンが、ガンタンクがゴミってことでしょうけど。帝王衛星になって地球見守ってるの？なってませんよ。13人だっけ？30人超えたみたいですよ。悪いものほど記憶に残る。33? だかって僕さっき見ましたよ。ね、多分戦後の放課後では最悪なんじゃないかって。ゲームによるんじゃないですか。落とせ、落として。確かに悪いのは残るね。死んだのは14、負傷が30超え。違いますよ。違いますよ。いやもう30人、消防の発表で、なんか最新の発表でもう30人超えたって、うん、そんな話ですよ、もう。確か。放火事件だとバスに火炎瓶ぶち込んだのとかすごい印象に残ったな。5億じゃないですかね。ね、30超えてましたよね。確か36人かな。ね、だからね、まだこれからもしかしたらね、カウントね、人数増えていく可能性もありますから。ね、本当にね、とんでもないことね、やってくれましたよね。ね、遺族の人たちなんかね、本当に遺族の本当に方々の気持ち考えた、本当な、何も、なんで僕に聞かれても分かりませんよ。セーブ発車、さすがサターンやな。サタンマね、うん、犯人の容体もやばいみたいね。みたいですね。さすがにね、ガソリン巻いてね、犯人も無傷ってわけにはいかなかったってことでしょうけど、何が犯人が言ってますですかね、失礼な。サターン処理速度はすごいからな。うん、ね、セーブはめちゃくちゃ速いですからね。だからね、本当 F だけ見たらね、本当にね、プレステ版よりこっちの方が、ね、ね、うん、あ、意識不明なんだ。どうなんでしょうね。関係ある人が10倍として330人が悲しんでるってことだよな。まあそうなりますよね。近くの人が水かけてやったって言ってた。じゃあこの配信も意識なくやってるのか。なんでじゃあなんですかね。スロットがまともなら現場から逃げようとしたやつ。182個目さんいらっしゃいませ。どうもこんばんは。どうなんでしょうね。その辺もちょっとよくわかりませんが。いやーちょっときついな、まずい。L がピンチだ。L がピンチだ。ちょ。落ちろってんだよ。まずいな。ナイス。こっちに来たのが1機、それはありがたい。Y の L 痛めつけないでブラ。なんとか生かしますよ。こんなんでさすがにね、出番終わったら。L が一番人気あるのはルナカだろうけど。どうしよう。ジードはまだ日の向きあるからいいけど。放送案内で放送のことを悔やみ言ってる人いたね。正直嫌い。え？放送案内で放送のことを悔やみ。ルカさん一番好き。どうしよう。
来るか、まだあのリアル系だからちょっと出番遅いですよ、うん、スーパーゲートね、スーパーゲートね4話か5話ぐらいでね仲間に来るんですが、そうか6時こっちのがあれか、手を変えたいしでしょ、効果あんない、マジかよスーパー系にしてだってリスナーさんのアンケートでねリアル系が選ばれたわけですから、それをね僕の独断で変更するわけにいかんでしょ、いやちょっときついな、さすがにひらめきぐらい使わんとやばいかも、まあ、L はともかくね、本当に児童やられたら結構きついですからね。いや、別に L がやられていいって言ってるわけじゃないですからね。私のエマリーが一番、の世界禁止だっけ、この編成大変だな。の世界禁止なんて書いてないですよ。京都にあるの？うん、京都にあるっぽい。ね、京都の伏見とか言ってましたっけね、なんか現場が。どうしよう。落ちるよなぁ、ちょっと落として。帝王落ちればいいのに。何言ってんですか。線だったら落ちるでしょう、さすがに。のせ替え縛りなの？違いますよ。のせ替え縛りなんて書いてないですね。移動攻撃禁止とも書いてないですね。ルルカさん、のせますかね。はい、カタカタさんいらっしゃいます、こんばんは。きついね。縛りなしでもきついです。冷静に考えろ、受動なんて。その辺の兄ちゃんだぞ。でもニュータイプでね、強いんですよ。現状考えたらやっぱり。何ですか、移動禁止、何言ってんですか。F で縛りは大変そう。ゲームが引き継がれなくなったんだね。あ、まずい、届かねえ。あ、まずい、届かねえ。どうしよう。ゲームが引き継がれなくなったらどういうこと？ここはまだいい、ちょっとまずいな、信頼ないっけ、ああ、信頼か、そうですね、使っておきましょう、その辺の兄さんはガンダム盗んで売ろうとは思わないだろまあまあでもねやってやる、やってやるぞ、よし、かわした、よしよし、1800でもやっぱちょっと強いんですよね、ミオの声で歌って無理ですよ、67か、ガロード遅そうだな、うん、そこ、うわー弱い、おかしいな、あれガンチャのは陸 A じゃないのねって話ですか、歯が弱いってるね、ハスキーな声は男性にはむずい、ね、このシナリオで犠牲者がガロードは受動意識したキャラなのかな、ね、あれ、あ、陸 A ね、陸 A だからね、あれですけど、パーはちょっと射撃が低いですからね、128とかなかなかないんですよ、改造縛りが書かれてないよ、改造縛り、改造縛りとか何言ってるんですか、そう考えると受動すごいな、いやちょっときついかな、でもその直線上に並んでるところにダブル出てきてバスターマップ撃たれるよ、撃たれはしませんよ、お金禁止が抜けてたね、何がお金禁止ですか、どうしよう、 F35B 売るよな兄ちゃんか、何のことですか、いやちょっときついな、ザクとジム縛りしたんだけど無理だった第3次第3次
ザクとジムを単にザクとジムで無理でしょ、そりゃ。まあ一応高音使いたいけど、個人的にはラプターのが好き。ラプター、今日の晩飯は、今日の晩飯は、はい、あの、うん、トウモロコシと、あと鮭と、あと昨日のタチノコの煮物の残りです。 F22 はガンダムみたいなものだよね。どうでしょうね。F22 帝王の食卓トウモロコシ多くない？辛いと一人でどこまで行くか挑戦して。親が結構トウモロコシ好きなんでね。だからやっぱ、いや、トウモロコシね、販売しね、売るね、時期になるとね、やっぱり親トウモロコシ好きなんでしょうね、買うんですよ結構。ラプターは塗装も大変なんだぞ、帝王。いや、ごめんなさい、わかんない。いや、歯に挟まるしね、やっぱり。タケノコ違いますよ。タケノコもスーパーで買ったんですよ。でも帝王はそういればなんだよね。なんでそういればなんですか。ワイのトウモロコシも食べていいよ、ボロン。おとといの晩飯。おほとといの晩飯。帝王のうちのトウモロコシ。おとといの晩飯も覚えてない。うんちに混ざるよ。ね、混ざりますからね。ね、ちゃんと噛まないとというか。ラプターのステルスしてれば塗装の維持考えなくてもいいんだけどね。一粒ずつ食べるの？食べませんよ。行け！落ちんでしょうね。なんだこいつのパワー。きついな。本当に。やっぱりクビーじゃ弱いね、うん、弱いっていうか裏木が弱いっていうのもあるんじゃないですかねって思うんですが、どうしよう。あーと、いや、もう加速するしかない。これ早めに救援に行かないと本当にやばいですからね。ちょっとラプター知ってる人いて嬉しい。自爆しないの？しませんよ。自爆は移動後に使えないんですから。ゲットアーム！やられた。オッケー。あとは、帝王は加速ある。帝さんは、タケノコ、キノコ、ツチノコ、どれが好き？ゲッターを歌ってよ。F-8 の出番はまた歌いながらちょっともう無理でしょう。あー、ちょっと移動できんね。艦長も加速まだないし、いや、ちょっとバーニーはもう後回しでいいから。移動しないと攻撃できない縛り頑張って。何言ってるんですか。俺はうちの子が好き。何ですかそんな縛り。うちの子はそりゃ可愛いでしょうからね。ごった返してんな。昨日のイケボが聞きたいです。昨日な、お、ゲーム終わったらカラオケやりますから、そこまでちょっと待って、まずいな。言ってね、ちょっとギャブレも来そうだし。いや、ちょっとこの位置微妙だな。どこ誰なの？加速しても、ゲームの攻略は早くなりませんよ。柔道はまだ大丈夫でしょう。多分この石だと柔道はもう1回だけかわせ。狙いが甘いぜ。そう簡単にやらせるかよ。
やってくれる。あとはどうしよう。エル、もうちょい頑張れ。雑貨なんてあったっけ？雑貨はありますよ。何でしたっけ、ポケセンでしたっけ、ポケセンで出てくるザクが、あれがザク回ですよ。モビルスーツ06フズ雑貨へ、どうしよう、行っちゃう、ちょっとそろそろ本当に削っとかないとちょっとやばいかもだし、やってやる。あいた、やってくれんじゃないの。まだ大丈夫。なんだかんだ言ってね、この中でね、期待だけだったら、FZ2、どうでしょう、ちょっとわかんない。FZ2、FZ2。どうでしょう。爆破派生が多すぎて何が何やら。ね、えそうなる人も多いでしょうからね。今目の前を横切った顔握りつぶした。なぜニュータイプかそうなんですかね、ちょっと分かりませんが、1700、ちょっと怖いなやっぱり。ニュータイプなら飛んでるハエを箸で掴めるのか。どうでしょうね。ニュータイプしかいないってマジ。マジですか。皆さんニュータイプなんですか。ニュータイプならね、僕とね心を通じね通わせてね、そんな僕が傷つくようなねコメントしないでくださいよ。どうかな。なん贅沢言ってるんだ贅沢ですか。僕の言ってることはそんなに贅沢なことなんですか。ズケズケと入ってくるタイプかもよ。むしろ傷つくのが分かって褒めしてる説ある。なことない。オールドタイプで俺は何も言ったことないぞ。4万負けたのでテインポ知らせていただきます、はい、知りませんよ。なんで4万負け、4万負ける前にやめるのがね、物理的に距離あるんで無理です。そうですか、はい、ザクバズーカ届く、当たる。1回くらいさせてやれ。何言ってんですか1回させたらもうおしまいでしょう。ナイス。でもたまに絡みたくなることはある、はい、そうですか。まあキられても愛がつなげるで、うん、いいですよ。つながらない、つながらない。どうしよう。そっか、コーン、いやーコーン取っときたいな。この位置だったら一応当たるっちゃ当たるんですよね。ホッチキスでやめとけばいい？どうでしょう、わかんない。大丈夫かな、ちょっと怖いな。セロハンテープでつくよ。何のことですか。バイオナナの主人公でホッチキスで繋がったし大丈夫、マジですか。アメリカで奥さんに日本刀で何を切られたけど発見が早かったから投げられた人いたよ。
発展が知らない。いや、何言ってんですか。いや、ダメダメダメ。だからって切っていいと。お、すごい、ナイス。よし、よかったよかったよかった。さすがでいった。1500か。届かんか。いや、裏キャちょっと、やばいでしょう。帝王はここまで、ね、加速もう一回、どこまで行きましょう。 1,2,3,4,5,6 一応届くか。誕生日あったっけ。いや、 F はないです。スーパー系かリアル系かってだけで、特に精神コマンドは変わりません。あー、ちょっと待ってちょっと待って。いや、10年くらい前浮気した相手の夫に何を切り落とされた弁護士はどうなったんだろう。どうでしょう。僕は、いや、ちょっとまずい。変の回復やってね。まずい。死んじゃう。この位置死んじゃう。ちょっと待って。ちょっと待って。ここに行ってどうだ。1、2、ちょっと待って。1、2、3、4、5。ここだと、1、2、3、4、5。元気に仕事に復帰したと聞く。あ、そうなんですか。へぇ。もう10年経つんですかね。そんな経つんだ。早い。もう不能だろうけど。まあ、じゃあ帝王も大丈夫。何がじゃあって意味が分かりませんよ。まずいな。ちょっとエールがやばいやばい。まずいかな。当たれ。やめてかわせ。今日兄燃やしたのって、まさか。何言ってんですか。こないだの上級国民は送検されたのかな。こないだのって、まあまあ、捕まってないでしょ。あの人でしょ。飯塚さんでしょ。飯塚でしょ。ねえ。今日なんか、ねえ、事件から3ヶ月ってことでね、なんか、ねえ、なんか、ねえ、被害者のねえ、夫がねえ、会見なんかしてたっぽいけど。免除返納で終わりじゃねえ。ねえ、捕まらないって。ねえ、ちょっと。納得ねえ。帝王のお父さんだろ、飯塚。何言ってんですか。よく名前覚えてるな。帝王偉いな。え、上級国民に原発をしてたまに、たまに広告でねえ、飯塚幸三ってね。帝王の上級国民だから。飯塚幸三忘れるなとかってね、名前でね、広告してくれる人がいますかね。何が、なんで僕が上級なんですか。ナイス。数ヶ月で忘れられるんだから、家庭国民なんてちょろいって思ってるよ。ねえ、思われてるでしょうね。ナイス。パワーが違いすぎる。帝王ちゃんは賢いから4文字までならすぐ覚えるよ。何ですか。4文字まで、4文字ですか。二人殺して免許で、ね、終わっちゃうんですよ、ね、理不尽ですけど。ナイス。よし、なんとか大丈夫そうかな。とりあえずキューバはしのいだ。マジか、ね、マジですね。いや、危なかった。とりあえず、ね、え、ね、まあ、ね、警察は上級国民じゃなくてね、庶民をね、取り締まるためだけの存在ですからね。顔合わせない人は忘れるけど、近所の人とかは覚えてるんだよね。
そりゃ、でも、そりゃ、上級国民の近くに住んでる人なんかね、やっぱり上級国民でしょうから。そういう意味ではね。当たれよ。一回ぐらい当てて。払いせに今日は見合ったの？何の払いせんですか。なんでわざわざ京都まで行く交通費はどうやって僕が捻出しねしたって。お、ニュータイプレベル覚えた、うん、誰だと、バーニーキャノンも届かない。そうなの？親に手を出して。何のことですか。何がそうなのですか。はい、まさまさ親に手を出してまで金せびるとかないですから。どうしよう。窓から飛び降りた人が助かったみたいだね。低温モードという時のために窓から飛び降りる練習しとこう。何言ってんですか。今日兄じゃなく上級国民爆破してればヒーローだったのに。そんな人が生主やってるなんて怖い。いや、ヒーロー。顔はやめな。腹にしろ。でもそらそれで。ヒーローにヒーローじゃダメでしょうしね。顔やめながらっていうの。何が生主ですか。はい、291個目さん、292個目さんいらっしゃいませ、こんばんはです。え、何昔って自宅に泥棒来たのね。隣の部屋に誰かいるんですかって言ったら折り返し電話でね。なんで隣の部屋に泥棒がいるってわかるんですかって。わかんないです。知らないです。何、そんなことあったんですか。知らないけど。いただき。結局本当に泥棒いたの？どうなんでしょう。俺。俺って誰ですか？なんか。いた、揉み合いになった。何、ウニさんが直接？怖いですね。当たるかな、落ちるかな。100、怖いですね。残ったらちょっと嫌だ。マフティーナビーエリンってどんな意味があるんだろう。何か怖いって玄関の鍵開けなきゃ警察入れないってこと。ちょっと待った、何買った。200。玄関の鍵開けなきゃ警察。小坂井和樹さんも泥棒に入られたらしいね。まあ捕まったんでしょ、そのね、小坂井さんとこのね。まあたまたま入ったのがってことですけど、慣れる時点で行きたたないよね。ちょっと待った、コールだ。俺も帝王の放送何か映されそうで怖い。何言ってんですかね。何も映されないでしょ、やめてください、そういう。今ラーメン茹でた。はい。ザルで振ってたら半分落ちた。わざわざ水切りしてんですか。本格的ですね。すごい。何が海がです。海ってどういうことですか。来るかな。ちょっとこっちにしとく。目洗って。まあそうでしょうけど、結構本格的に作ってるんですか。今日トイレ何回行った。今日トイレ
配信中にってこと？配信中にはまだそんなに行ってないでしょ。まあ1回ぐらいは行ったかもですけど、ね、ラーメンだバーカ。どうしよう。1,2,3,4,5,7 1600落ちるかな。なんか微妙最近親が水虫になったけど帝王のせいだからね。知りませんよ。なんで僕のせいで水虫になるんですか。あれかな。でもね、届かね、加速ない。スーパー銭湯とかで水虫もらうことあるんだろうな。え、水虫ってやっぱ で感染するんですか。伝染っていうか、僕はあんまり水虫の気はないんですが、生まれてこの方、まあそれだけがね、まあ ね、自慢といえば自慢になるかもしれませんが。あーで、まずい、ビーちゃんやばい。あ、まずい、ビーちゃんがやばい。ビーちゃんがやばい。ビーちゃんちょっとやばいかな。何が梅毒王ですか。毛の話はしてないでしょ。手は陰気な、何言ってるんですか。感染するんですね、やっぱ。ね、僕はあんまりね、だからそういうね、銭湯とかね、あんまり利用しないから、まあね、移されることはないんでしょうけど。僕、帝王ちゃんにエイズ移された。何言ってんですか。エイズ移されるようなこと、僕何もしてないですよ。足の裏に風邪、あ、傷がですか。デブは映らないです。最後の風呂はどうでしょう。3日ぐらい前かな。最近はシャワーで済ませることが多いですからね。夏場はね、どうしても。風呂はあんま夏場入らんすよ、僕。シャワーです。この夏こそ足首にロッカーの鍵つけて戦闘できる。やってください。はい。327。シャワー入ってるって言ってるじゃないですか。はい。327個目さえいらっしゃいます。こんばんは。ね、そういういきなり、卑猥な発言をね、コメントするのはよろしくないですよ。身体が大きくて湯船に入れないとか。湯船には入れますよ。一応、ギリギリ。そろそろ来そうですよね、あそこの電柱も。これガンダムが狙われちゃう可能性もありますからね。もうそこまで進めたらちょっとモンドもちょっとそろそろ下げないと。ギリギリチョップと比べてどっちがギリギリ。何がですか。帝王が風呂に入るとラードが浮くから大変。何が何ですか。ラードが浮くとか。ラードが浮くとか。鍵つけても意味なくないか。ね、ファテマのフレームどうでしょう。探さないとっていうか、わかんないですね。どうなんでしょうね。見つかるとかそういうのは。だって見てますわよ。知りませんよ。線のペルちょっと微妙ですね。なんか落としそうだし。そうわよ。そうわよって言われても。やっぱ強いやつはガンガンレベル上がるからいいんですけど、湯葉船に入るの、いや、何ですかそれ。そういうので何、なんかあるんですか、そんなピリピリとか。僕ね、もちろんそういうこともしたことないから、もちろんそういう経験もありませんけど、そんなことがある、起こりうるんですか。くの市に狙われてたのかな。くの市、毒もらえたんですか。700ピカチュウだったんじゃね。ピカチュウですか。わかんない、怖いから絶対怖いですね。デスソース女。ラムちゃんかもしれない。
電撃ですか。校内ヘルペスって感染力やばいんだっけ。何ですか、ヘルペス。お母さん亡くなったことを考えて安楽会に投票をおすすめします。はい、うん、安楽会、何ですか、そんな政党あるんですか。1月近く口おかしかったよ。まあでもね、今回みたいなね事件がね起こればね、国もやっぱり安楽死のね制度設けようと思うんじゃないですか。1ヶ月近くでそんなにおかしいもんなんですか。安楽死を考える会だっけ。すっかり忘れてたけど選挙次の日曜か。ね、今度の日曜でしたっけ。帝王と右脳剣豪区あるの。投票権はありますが5億はありませんよ。死にてえってなんでですか。死んだってね何もいいことあるとは限りませんよ。死んだ先の方がね、もしかしたらね辛いことあるかもしれないんですから。デスクルスネタだよ。知らない。ああ、デスクルス、ああ、すいません、ごめんなさいね。せっかくボケたのに、ごめんなさい。まあ、マジレスしちゃったの。でも、税金、どうでしょうね。投票権は何？税金払ってなくても、あるんじゃないか。こんなことやるやつなんて指一本ずつ切り落としてゆっくり行かせばいい。投票権5億、前とか人口超えてるから実質独裁。5億あったらスイッチもプレステ4もゲーム買いまくって放送してるよ。どうしよう。78 6 7 1600。微妙ですね。誰をどこに置こう。キャオでいいかな。そろそろ向こうも来るでしょうしね。5億あったらスイッチもプレステ4もゲーム買いまくってね。5億とは言えないけどね、 5万円でもあったらもうね人生僕バラ色ですよ。いや5000円でももう結構ウハウハじゃないですかね。5000円ちょっとあれかな、さすがに。でも5000円あればね、ゲーム配信用にねソフトね2、3本ぐらいだったらね、ちょっとぐらいお高いのね手出せるかもしれませんからね。できればね、やっぱりね、ちょっと1000円ぐらいのソフトだったらね、なんとかね、買えるようになったらね、嬉しいんですが。あ、なんだかんだでもう1時間か。ハードオフあたりのジャンクでかなり買える。ねえ、買えたらいいんですけどね。そこ来る？あくまで受動狙い？ゲオのスーパーセール行けばいいものを。ゲオって近くにないんですよ。責任能力だけど、それとは別にやったことの責任って加えてほしいよね。980円以下のソフト半額やぞ。ね、働け。900円、いいですね。うちね、近くにゲオはないんですよね。車でもないとね、ゲオのあるとこまでちょっと。手を打って人間で言うと何歳なの？人間で言うとって。ないの？ないですよ。ギオとかないですよ。まず速を確保します。何の投資を？何ですか？ドドゲオ派セールしてるね。ねえ。ゲオ誘致します。ね、あ、来た来た。うちの近所ゲオあるから家来いよ。ねえ。やった目できたよ。それだけのために家ですか。
ダボが狙われるでしょうから、ちょっとその間足止めぐらいしといて。手を叩いて相談に会える。やっぱ当たらんか。帝王火事担当な。カメレオンクラブ近い。何火事担当。カメレオンクラブなんかないですよ。埼玉いた頃はね、カメレオンクラブねあったところもあったんですが、神奈川ってカメレオンクラブとかあるんですか。キャブレイは仲間になっても屈指の回避率ぞ。ギャブレって両方のルートで仲間になるんでしたっけ。ちょっと覚えてないけど、埼玉は大宮の駅前にもゲオできたからな。いいですね。もうちゃちゃってやっちゃいますか。神奈川はトップボーイとかワンパク小僧とか。トップボーイワンパク小僧、いや見たことないですね。ワンパク小僧はもうないな、よく考えたら。ないですか。名前ぐらいはなんかまあ聞いたことあるかもですが。大宮駅前が土屋秋葉原なんだが。そうなんですか。あと、こいつ。そうだ、もしり、ガジのブースが落とされたら次のマップからは強制分離でお願いします。ね、ああ、それは、はい、もしね、はい、そうなったら、はい、まあ、その時は、いいですけど。大宮って昔からオタク関係のネタを言ってたな。あれ？そうですか、ありがとうございます。何？俺って大宮って昔からね。カードショップ3店舗あって。そんなにあるんですか。ねえ。オタクにとってある意味ね、聖地じゃない。ねえ、聖地ですね、じゃあ。ハローマック潰したの帝王マジ？何のことですか。あ、5ってことはそっか。バッシュのバスターライフルが見たいです。何言ってんですか。見せませんよ。てか見せたらやばいことになっちゃうでしょ。すぐ何でもね、無茶ぶりしちゃダメですよ。いや、どうしよう。バッシュ来ないですね、多分。エルガイムで足止めしてもらって。それでも柔道狙うのかまあいいけど、大丈夫ですよ。やってやる！当たってたまるかよ！やらせるか！さすがにやるじゃないか！ね、自動自体はね強いんですけど機体が弱いからあんまりねなかなか見せ場がないんですよね。なんだっての。柔道が柔道したら強いのかな。柔道でも喧嘩は強いんじゃないですか。ネモなんで。ネモのいいとこって何ですか。ネモにいいところなんかあるんですか。せいぜいね、ギレンで使えたら強いぐらいじゃないですか。明日の昼は何食うよ。ね、明日の昼とかでまだ決めてんてか考えてませんよ。もらった。でもまだ。あー、そっちも来た。まずいな。空手やってる神優をボコボコにした温泉をボコボコにできる柔道。ねえ。あれ、結構ね、すごいですよね。っていうか。俺、基本知る資格はないから大事なの。
え、あ、そうなの。昼しか、昼、お腹空きません？ねえ、でも昼だけっていうの。1日一食とかの人いるんだってね。夜はずっとつまむだけ。つまむだけ？もうふんじゃ絶対我慢できないでしょうね。さて。3日前に作ったとろろ芋がなんか酸っぱい。わかんないですよ。だ、大丈夫ですか？3日前の、ね、冷蔵庫とかで冷やしてれば、だ、大丈夫ですか？食べなくていいんだよ。それって体重減っていかないんですかね？どうなんでしょうね。402個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。はい、てつさんもいらっしゃいませ、こんばんは。いや、俺、うん、俺と言われても。熱血ゲット、うん、あとこいつを、アムロのライフルでちょうどいい感じですかね。うまいこと削って、発酵食品なら賞味期限なんてないようなものだが、それはやばい。ね、やばいそうだからやめた方がいいんじゃないですか。本来白いものが黄色くなってどうとね。甘い。よし、あとはこれを適当に、うん、どうしよう、アムでいいか。帝王の精神コマンド教えて。帝王毒にして30人上げるから。脱力じゃないですかね、僕。あと何でしょう。させるもんですか。あと何でしょう。集中とかは意外とあるかな。あと何、かく乱とか。脱力は覚えそう、あと挑発。帝王の精神コマンドなら絶望だろ。何言ってんですか。どんだけ来る、ここ 1,2,3,4,5。 S 前に食らうかな。自爆持ってる？え？自爆僕どうでしょう。いや、自爆するね、覚悟はないかな。で複数欲しいやつじゃねえか。自己評価高すぎ。いや、そういう意味合いじゃなくて、でもね、どうでしょう、来るかな。来るでしょうね。脱力、自爆、蒸発、発酵、絶倫。何ですか、発酵とか絶倫って精神なんです。チャイでもいいかな、うん、うまく調整できれば、うん、そっち来る。でもスプ30までしか上がらないから結局脱力使えないよ。そうです、発酵でもいいで。発酵って精神コマンドなんですか。浮く行くための加速がないだと。加速は無理でしょ。まだまだ坂道とかな、ね、下りだったらね、転がって加速とかありかもですけど、うーん、どうしよう、なんとかしたいかな。1,2,3,4,5
大丈夫。1、2、5、4、3、2、1ってやっぱりゲッターぐらいだ。キャブレット仲間にするん？はい？キャブレット、いやどうでしょう、わかんないです、ちょっと何とも言えません。誰で倒しましょう、そもそもそこが問題ですよね。俺誰ですか。帝王ぐらいしかないですよね。お前なら安心だ。何のことですか。あなた、お前ならって知ってる人なんですか。これでなんとか行くしかないでしょ。まあジェッタはね、多分ね、この後のウィングガンダム用に温存しておかないとだし、これ一応どっちか倒せばね、確か撤退するはずですから、もうまあ多分どっちでも良かったような気はしたんですが。帝王、お前がワースト1だ。なんでワーストなんですか。増援把握してるとか、さすが帝王ね。そうでしょ、F はね、やっぱりね、結構やり込んだゲームですからね、ちゃんと覚えてたりするんですよ。そこ、よしよし、さすが帝王。うわぁ、あー帝王、あーどうしよう、いやちょっとエネルギーボンバーちょっとまずい、ビームヘッジじゃない、同じですよね、多分もらえるものは。ちょっと攻略を見てみましょう。ああ全然、いや変わるけど大して、うん、差異はないですね、どっちでもいい。ん、かわした、さすが帝王。理想はできればダバで落としたいんですが、うまいこと削れますか、ね、デフェンスとパンチ覚えられないな。え、リアル系ですから無理ですね。これをどう落とすかですね。この位置だとただ打たれる、そもそも熱血感のみだし、まあスーパー系だったらね、多分ね、その理由で熱血感にね、したかもしれませんが、どうしよう、いけるかな、これこのターンで落とさないととんでもないことになるんですが、当たるそもそも72か、切り払いもありますからね、まあ、ワンパンで落ちはしないでしょうけど、いやーでもこの位置だったら大丈夫と思うんですが、いやーコーン取っときたいんですよね。でも確保直後の放火犯の写真見たけど、やけどで足が黄色くなってるな、はい、まあね、無傷じゃね、なんか意識不明ねらしいですかね、犯人も。いやちょっと他のダメージ見てからにしましょう。これで結構ダメージね通るなら、そっちも、
2000ぐらい行ってくれれば、うん、よっしゃ超行きますか。行けてよ。どうしよう。ナイス。非常口に事前にガソリン撒いてたほどの周到さ。あーそこにね、だ本当に計画的にね、もう本当計画班でしょもう。なんのこんなもん。本当にね、なんでそこまでね、ガチで殺すくらいのね、気概でっていうか、もう、どういう事情か知りませんが。30人いったなら精神道の功の言っても死刑じゃね。うん、いやどうなんでしょうね、その辺はあんまり詳しくないけど、でもやっぱ死刑でしょうね。もう直撃させるね、そういう綿密なね計画立てられるってことでね、責任能力がね、うん、最高死刑。そこは弁護士の腕次第では。いや弁護したがる人いるんですかね、そんな人。当たるか。30超えたのか、相当だな、ね、さてと、あそうか幸運使えないんだった、幸運使えないんだった、幸運使えないじゃん、意味ないじゃんっていうか、まあ、まだ努力持ちで、努力持ちであれしたがよっぽどよかった。江戸時代も放火は重罪だよね。まあ一回やっちゃうか、もうお金どこ、多分仮眠してた人とかそのまま行ったんじゃない。刑廃止の弁護士とかこういうの受けたがるのでは、ね、死刑廃止ね、いやさすがにこれはもう、ね、江戸時代は木造住宅だからね。江戸時代は燃え広がって大変なことになるからね。江戸は放火が最上級の重罪でしょ。ねえ、まあ炎症とかね、昔は木造ですからね、本当に。幸運使えない不運な計算。ね、忘れてました。レベル上がんないと、イエス幸運使えなかったですね。まあとりあえず勝ったからいいや。まあ序盤のね、このくらいはしたがですからね。うん、こいつだ、さっきのやつだとは比べ物にならん。作戦を倒されば撤退すら、何言ってんすか。心身喪失を訴えての無罪以外戦いようないから、誰しても大して変わらないと思う。八百屋お七の話が有名だっけ、糸の方か。僕は知らないです。お七、ちょっと初耳です。改め方長谷川平蔵。そんな人、いや、ごめんなさい、全然詳しくない。撤退だと。はい、ああ、どうも、人造さんでしょ、まして、はい、どうせ国選弁護士がいやいやなる感じでしょ。いや、もうすぐでもないけど、和骨です。国選弁護士、いやいや、まあそうなんでしょうね。はい、エリエさん、どうもいらっしゃいまして、こんばんはね。エスパルボイフ、今3話、うん、終盤かな。撤退だと。確かに、こいつはただ者ではない。それが、賢明か。鬼兵って鬼兵ハンカチョウぐらいしか知らないですが、どうせ金禁止だし幸運する必要ある。金禁止じゃないです。中衛門のあたり駅なのに知らないか。知らないです、ごめんなさい。行ったか、来た、ん、なんだ、目標発見、これより攻撃に移る。そうなんですか、何、敵なの。でもあのシルエットまるでガンダムみたいだ。ニーナ、君の知ってる中にああいうガンダムはないか。うん、見たことないわ。とりあえず距離が、あ、でももうすぐ。その鬼平が長谷川平蔵。そうなんですか、全然知らない、知らなかったです。とりあえず下がるしかないでしょうね。この頃ウィング出て感動したな。ああウィね、確か精神コマンドでボコボコにしてやれや。いやいやいや、ガンダムマニアの扱いなのか。F の味方、ウィング系の影の薄さよ。仲間になってくっそ弱くて泣いたな。いやでもね、ゼロカスタムまでね手に入ればやっぱね強いですからね。運動性期待じゃねぶっちりでしょうし、待って、ゼロカスは性能だけはすごいぞ。ね、性能ガチですよ。ゴシなんてラストマップに話前だっけ、使えるの。
ごとび絶対使う縛りってま。ゼロカスは5位なんて、うん、多分本当に最後の最後でしょうかね。1、2、3、4、5、6、7、まあ大丈夫かな。ゲッターも大丈夫。削り役を。エロシステムは恐ろしいわ。そんなシステムでしたっけ。そんなエロいシステムでしたっけ。聞いて、僕の勘違い、ゼロシステムじゃないんですか。あと誰だ。火力はあるのに当てられないダブルデイ、ね、確かね、集中持ちがね、かろうじてヒーローだけですからね。あとね、集中必中ね、誰もなかったような気がしたから、うんね、でもまあヒーロー、ね、ヒーローぐらいだったらまだね、いけますから、かね、確かヒーローは弱くないっしょ、うん、とレベルがないからグムなだけで、まあ確かにね、うん、まあとりあえずこんなもんでもいいか、もうどうせ次のターンで勝たすし、はい、もう1時間半だし、ちょっとペースアップしましょう。このコミュにポンコツじゃない人いませんか。どういうことですか。ちょっと待って、1、2、3、4、5。いやこれちょっとでも微妙だな、なんかアムロで、うん、微妙だな、もうひらめきないし。ベースアップつまり賃上げ。ベースじゃない、ペースアップです。ちょちょちょ、どうかな。1900で5700。今日もお前残業。まあ大事ね、ね、まあシールドがね、でも発動することね、考えたちょっと。唐突な人は多そうですけど。連結やっちゃうか。いやいや、なんか区切ったりしなきゃいいんですけど。帝王さん、今日定期昇給しました。はい、え、よかったですね。おめでとうございます。はい。400円他の人より多いそうです。ね、よかったじゃないですか。おめでとうございます。はい、470。ニコムさん、いらっしゃいませ。こんばんは。ね、2600円になってね、お金が増えるのはね、ことは、喜ばしいことですかね。どうかな、クリったりしなきゃ。1900、いやー、どうでしょう。こいつ、一応半分でね、確か撤退しちゃうから。やりすぎかな。慎重に削った方が良かったですかね。男性声優で家の蛇口から豚骨スープが出れば良いのに、レベルの豚骨好きだったな。そんな人いるんですか。よしよしよし、うん、これなまあ多分これなゲッターでも帝王の権力を使ってガンダム上げを出すように開発にお願いしといて、はい、エイジって出たことないんでしたっけ。なんかのスパロボ出てませんでした。気のせい。ちょっと待って、5600か。600微妙ですね。ちょっともう、いっちゃうか。さすがにこれは当たるっていうか、落ちるでしょう。シールド最悪出ても、と思いたいんですが。DS のやつに出た気がする。DS のやつですか。あれは G ジェネくらいじゃないか。G ジェネだけですか。ちょっとね、最近のスパロは僕全然疎いですから、いやー怖いなー、これ万が一落としそうになったら本当に大惨事になるかもしれませんからね。大丈夫と思いたいけども、頼みます。ちょっとこう頼むね、火力も上げたし、何言ってんですか。一人はいいにしても、この一人が落ちたら本当にシャレにならないですからね。蛇口から本当に粗末油あるんですか。ねえ、半分削ったら確か撤退なんだよ。ゲッターは落ちるでしょ、落とすでしょ。そうそう、シールドが出てたまるかって話ですから。ねえ、蛇口からオレンジジュースは愛媛だっけね。そんな愛媛であるんですか。羨ましいというか、違う。
さすがロンドベル、正攻法では無理ということか。OK。まあ試験ね、プラス3図はうまいですし、うん、レベルアップしてし、うん。逃げた？何者だ一体、うん。とりあえず3問ね、犠牲者なしでちゃんと。ポンジュースとねえ、まあオレンジね、ポンジュースですけど。最近はつけられるんですか、舞台名も。ねえ、この子らまだ無理です。お兄ちゃん、みんな、無事でよかった。リーナ、お前こそ。ブライスさん、また戦争が始まっちまうんですか。空港にジュース出る蛇口あるってのはニュースでやってたな。へえ、それいいですね。ただ、ただしかも、ただなんですか、ジュース。ああ、そうだな。くそ、またかよ。ポンジュースか、結構するよね。姫では安いのかもしれないが。ねえ、高いでしょうね、ポンジュース。けど、今度の相手は、得体が知れないわ。何が目的なのかもわからないし。まったく、戦争ならよそでやってくれってんだ。こっちはいい迷惑だぜ、せっかく静かに暮らしてるってのによ。すまんな、柔道。料金かかるかどうかまでは覚えてない。ただね、本当に近場の人だったら飲みに行ってるんじゃないですかね。お兄ちゃん、せっかく助けてくれたみんなになんて言い草よ。いいな、俺はお前のこと思ってたな。あのブライトさん、私をロンドベルの一員として連れて行ってください。いいな、お前何を言い出すんだ。戦争は遊びじゃないんだぞ。え、V で地球艦隊って、そんな漢字も使えるんですか。だからって黙って見ていればいいっていうの。戦争なんて大人に任せておけばいいんだ。じゃあなんでお兄ちゃんはさっき戦ったの。お前を守るために決まってるだろ。私以外の人を守るためには戦わないってこと。そんなの嫌だよ。戦争で困ってる人、私以外にもいっぱいいるはずでしょ。どうしてその人たちを助けるために戦ってくれないの。そう、それは、はいはい、柔道の負け。そうそう、ほんとよくできた妹だよな、リーナは。ビーチャー、エルマで。リーナの言ってることの方が正しいよ。僕たちだってできることがあるんだしさ。いや、恋は嬉しいが、君たちのような子供を戦場に出すのは。何言ってるんです、ブライト艦長。俺たち前にも一度戦ったことがあるんだから、その辺の素人と一緒にしてほしくないですよ。戦ったかなっていうか、そこまで使った記憶ないと思うんですが、出番あったっけ、ピーチャーとか。そういうこと、モビスーツの操縦にしたってちょっとは自信があるしね。それに見たところ、クルーの数もそう多くないみたいだし、苦労してるんでしょ、ブライト艦長。それはそうだが。戦ってた戦艦の中で。じゃあ決まりだ、俺たちを雇ってください。隣人のクルーとして、もっともそれなりの給料は期待してますけどね。ジャンクやカジノもここのとこ不況だしね。ちょっとあなたたち、そういう不純な動機で、ねえ、まあねえねえ、多分あのねえ、ラディアスとね、あとティターンズの台頭のせいでね、ロンドベルもちょっと戦力ね、規模縮小してますからね。ブライト、ここはカリナにも協力を頼もう。カリナの経験は貴重だし、何よりカリナニュータイプとしての素質がある。さすがアムロさん、話が分かるじゃない。俺たちはニュータイプなんですよ、ニュータイプ。調子に乗るな。そんなことでは戦場で入るぞ。ニュータイプが万能だなどと思うな。すいません。いいだろう、君たちに協力してもらう。ジド、君もいいな。リーナにああまで言われちゃ、俺としても断るわけには いかねえよ。早いとこ戦争終わらせたいしな。俺にできる範囲でよきじゃ手伝わせてもらうよ。さすがお兄ちゃん。けど、リーナはここに残れ。なんで？お前を危険な目に遭わせたくないんだ。そうとも言えないんじゃない？なんでエル、どういう意味だ？考えようによってはロンドベルにいるのが一番安全かもしれないじゃん。だって今まで一度も負けてないんだよ、ロンドベルって。そう、いや、僕はそこまで違和感ないですけど。そう言われてみりゃそうだけど。じゃあ、私もついていっていいんですね。少々楽観的すぎる気もするが、多分ね、でも、このね、顔アイコンね、多分原作のアニメのね、多分どっかしらのカットからね、多分。ドット作ってるでしょうから、その分俺たちが踏ん張らなきゃいけないってことさ。近くにいてくれる方が守りやすいって考えりゃいいか。
やったお姉ちゃんありがとう。ってことで第3話はい終了。33話。この時代だとドッターの癖が出やすいとかなのかな。まあ多少ね個人やっぱね打ってる人もねそういうのもあるでしょうし。さーて何改造しようやっぱメタスですかね。もうあとニュートン改造しますかね。本当に序盤はお金がないですよね。もうこんな弱いやつは本当にねフル改造しても全然。なんででしょう。サポート的なユニットだからじゃないんですかね。いつからって言ってもね結構昔からでしょうし。いいの メタスで。こっから本当にどの機体を誰が使うかっていうのも結構本当にあれですよね。ガンダムなんかよりも高性能だと思うんだけど。ガンダムより。修理禁止。じゃあ何言ってんですか。どうしよう。いやーでも全員いっぺんに上げるのもきついですよね。現状の戦力で考えたら本当マーク2除いたらもうあとジム3が次ねえ。どうしよう。バーニーもなかなか使いにくいんですよね。ビーチャーアレックスあたりにガンダムでいいかな。ドクロ帝王こんばんは。はいどうも、501コメさんいらっしゃいませ。こんばんは。お仕置きだべじゃないですが本当にこちらお仕置きされてるね。現在進行形みたいなとこありますか。本人モンドが近水中村近水だったらいいのにどうでしょうね。ねえ本当にネモですら本当序盤使わなきゃいけないかもってねちょっとやっぱきついですね。いや柔道使わないってのもちょっと考えられんし。ぶらり途中下車もやれそう。無理ですよ。どうでしょう。柔道使わなきゃきついかな。フルバーニアンで。いやーきついな。なんでこんなにきついんでしょうね本当に。この編成でね。しかもガンタンクね。高々人生縛りの何がきついの。高々ってねえ、そりゃ上手い人ならね、こんなもんね、余裕でね、ポンポンでね、クリアできるでしょうけど、僕みたいな下手くそにはね、やっぱり、ね、本当に死活問題ですから。50です。最近、帝王さんとの結婚が頭をよぎってしょうがないです。どういうことですか。てか、50って一体何のことですか。はい、506個目さん、いらっしゃいませ、こんばんは。50って数字はどこから来たの。来てあげて、だってまだ誰も起きてないじゃん。誰も落ちてないからって、これから落ちない保証もないでしょう。ね、モテモテですね。これから余計にね厳しくなってくでしょうし、余裕はそこまでないですよ。よかったやん。結婚何がですか。結婚を相手がいても結婚ねしてからのねお金がないですから。お恥ずかしながら年齢でいやねちょっともうちょっとあの年齢はともかくねちょっと、ね無職のねに無職の底辺をね結婚相手に選ぶっていうのはちょっと、諦めた方がいいんじゃないですかね。
強化パーツは未だにバイオセンサー1個ですからね。まあいいや、じゃあ行きましょう。はい。愛さえあれば、じゃあ愛がなかったらどうするんですか。はい。性別が気になるけど、多分男性だから養ってくれるよ。男性じゃなダメでしょ。はい、510個お米さんもいらっしゃいます。まあ何がついんですか。僕は生涯童貞ね、独身&DT ですよ、ね。サンボホームとも相変わらず連絡が取れない。直接サンボホームに行ってみるしかないか。そうだな、戦局がどうなっているかわからないでは、作戦の立てようがない。地球に降りるんですか。うん、ジャブロに向かってみよう。ねえねえ、あの星に降りるの。ああ、地球か。近くで見るとよくわかる綺麗な星だ。コアムと同じような感じだな。ところでリリスはどこに行ったんだ。なんか料理の手伝いするって言ってたけど。どうし、あと50分ちょっと終われないですかね。クリスさん、そこのチューブ取ってくれます。ちょっと待って、こっちも手が離せないの。うんしょ、うんしょ、これ。あ、ありがとう、いいです、助かったわ。味付けはこんなもんかな、どう思う。なんか一味足りない気がする。言われてみれば料理の鉄人になるですって。なりませんよ。やあやあ、いい匂いだな。あ、帝王さん、ちょっと味見してくれません。いいけど俺、口に入るものは何だって大丈夫ってたちだから、参考にはならないと思うぜ。タワーはちょっと、うん、ね、これガチ攻略の配信ですから、一応。参考にならないと思うぜ。どれ、うん、うまい、最高。調子いいな、本当に。本当の本当、このカツオの出汁が効いてるところがなんとも。カツオ出汁なんて使ってませんよ。じゃあこのちくわがね、いやシコシコしてていいね。最近じゃちくわもなんてのでごまかしてるところが多いけど、ちくわじゃないですそれ。ところで今何時だい。ご飯とかよろしいよね。どういうこと。もう本当に当てにならないんだから。シコシコね、まさかのシコシコでしたね。ふーい、食った食った。やっぱりシーレーションじゃない、普通の食事はいいよな。こう、なんだよ、また人参とにらめっこか。一気に口に入れて飲み込んじまえって。やっぱいきなり無理かな。キャロットケーキとかで徐々に流していくのが一番かも。期待コンプ。あ、アロン、どうなんでしょうね。あんまりフィギュアとかね、もう全然集めて余裕ないですけど。アロンって出てないんですか。まあ、アロンがってことは何ぐらいは出てるんですか。カツオそのだし、そのカツオじゃないですね。甘えてるだけよ。うめえ、ヒハヒフヒヒホのホヒホファヘ。キャー、口に元に入れたまま喋んないでよ。エールは料理手伝わなかったのか。モーラさんとニアさんと一緒に機体の整備やってたの。磯のカツオの残りみたいな。何の残りですか。グラヤ出ても、へえ、2個。じゃあ、アローも出るかもですけどね。怒るね、エルの手料理が食いたかったなって思ってただけだってのに。え、何。いや、おい、ジュノ、何ぼんやりしてんだよ。え、ああ、コロニア大丈夫かなってさ。襲われたのはシャングリラだけだったみたいな。ビートルという愛称で親しまれているフォルクスワーゲンのタイプ1を愛車にしてるわしじゃよって思う。そうだな、確かに不自然だ。シャングリラには軍の施設もないし。だが今の状態ならしばらくコロニーが狙われることはなさそうだ。問題はやはり地球の方だと思う。その通りだな。さて、ごちそうさま。美味しかったよ。そうそう、大気圏突入の準備に入るぞ。かけて持ち場のチェックを怠らんようにな。緊急警報、正体不明機接近中。ビートルも生産してないんだよね。そうなんですか。総員戦闘配置。もうビートルって言ってもあんまり車も詳しくないですが、相性があって、ああ、なるほどね。
はい、第4話、非常のテロリストテロリストの話題はちょっと、ね、今日のこと考えたらあんまりよろしくないんですが、まあしょうがない、いや、やりましょう。12キックは23789 11、いや、ガンジャの名前ですね。ねえ、湧くでしょうからね。エロテロリストのエンディングのことかな。違います、エロリストじゃないです。行きだけか、あれはさっきのロンドベル。今度は間違いなく殺す。艦長、干渉波レーダーに反応。やはりまだいたか。あ、広告、はい、ありがとうございます。アクサン、はい、1100ポイント、どうもありがとうございます。さあ、ロンドベリーを覚悟するがいい。このマシュマーセロが貴様たちに引導を渡してくれる。ハマーさんのためにも私は。マシュマー様、マシュマー様、なんだ、うるさいぞゴットン。私のマイ工場の邪魔をするな。でもマシュマー様、あれ見てくださいよ。うるさいやつだな。なんだ、ん、なんだ、あれはツイッターにボランティアに行ったって書いたら、はい、不謹慎狩りにあったんだが。なんでですか。え、なんでボランティア、なんでボランティアで不謹慎になるんですか。はあ、すいません、アクさん、はい、また500ポイントありがとうございます。なんでしょうね、ロンドベルの新型でしょうか。いや、そうは思え、第一識別信号は出ておらんぞ。見たところガンダムタイプのようですが、とするとやっぱり敵ですかね。そうか、わかったぞ。金こそ我が DC の思想に共鳴して、ロンドベリスに戦いを挑もうとしている勇気ある若者に違いない。裏側に、どうでしょう。まあ確かに、よ、見た目は確かに似てますけど、どうなんでしょうね、性格は。は、はあ、そうですか。ボランティアを自慢してけしからんとか意味不明なことでも言われたのかな。そんなことで自慢、ボランティアね、したからって自慢ってちょっとおかしいね。ちょっと、いちゃもんもいいとこじゃないですかね。はい。広告ありがとうございます。ティンコロさんが、はい、800ポイント。何ですか、何ですか、その名、その記号は何ですか。やめてください、卑猥なの。うん。これぞハマー様のご意向の賜物であろう。よし、あの若者に連絡を取るぞ。聞こえるか、若者よ。聞くとなんかエッチだよね。いや、全然エッチには聞こえませんが。聞こえるか、若者よ。私は DC のマシュマセロ。我らの崇高な思想に共鳴し、ロンドベリと戦おうというその心意気、あっぱれである。さあ、共に手を携え、ハマー様のために尽くそうではないか。マシュマ様、応答ありませんね。何、私の劇に感動して言葉もないのだろう。可愛いではないか。俺の邪魔をするな、消えろ。なんだと、聞こえないのか。失せろと言っている。貴様ら DC の雑魚に用はない。俺のターゲットはロンドベリだけだ。なんという無礼な、たとえ少年といえど許せんことがある。その少年叩き直してくれれば。はい、広告またありがとうございます。はい、ティンコロさんありがとうございます。だからそういう卑猥な、卑猥なあれはね、だダメでしょ。結婚式はありませんから。はい、545号目さんもいらっしゃいます、こんばんは、ね、いいんですか、マシマン様。ハマン様もおっしゃっておられた、時には厳しい教育も今の若者には必要なのだと。なんか知らないけど、あのモビルスーツは DC のものでもないようですね。なんだか喧嘩してるし。どちらにせよ我々にとっては敵ということか。はい、どうも、あ、超魔界はるかさんもいらっしゃいませ。はい、こんばんはです。今、スパロブ F 第4話ですね。はい、どうも、小手さんありがとうございます。水野さん、はい、どうもありがとうございます。ってことで、やっていきましょう。まあ、とりあえずね、こいつをもう早々に、序盤にゲッタでね、ボコってってのがまあセオリーでしょうからね。私の劇、私の風違います。その劇でもどこまで進んだの。今第4話始まったとこです。
まあ、特に何もなけりゃね、やられることはないんでしょうが。ジョルノ違います。ジョバンニでもないし、ジョバンニ第4話です。まだまあ大体この辺かね、暗宿域かコロニーでね、まあ迎撃するのがセオリーでしょう。まああとはね、硬いやつはなるべく後ろに下げるなりして、まあダバだったらここでも大丈夫でしょうし、ここは干渉時間、ジョニデじゃないです。ジョニデさんじゃないけども。ねえ、ジョニデさんは今頃、ねえ、何やってんでしょうね。551コミさんもいらっしゃいます。はい、どうもこんばんはです。まあ、このねえ、シナリオは特に、マシュマはちょっと、まあ、ヒーロー倒したらほとんどね、用なしってとこですか。1、2、3、4、5、6、7。まあ、そこさえ、やっちゃえば。いや、それはないでしょ。ね、ジョニーさん結構ね、お仕事ね、頑張ってるっていうか、あれで、ね、お金稼いでるでしょうからね。ジョニテ。なんでこてはなんでしかもジョニテって。まあ、いいですよ。え、なんでそっち行くの、ちょっと待ってて、え、なんでヒーローは誰を狙ってる、ちょっとそれはちょっと想定外、言ってこいつね、バスターライフルマップ兵器ありますから、ね、1、2、3、4、5、6、7、まずい、この射程圏入るか、1、2、3、4、5、6、7、ゲッターもダメだし、ちょっと下がんなきゃ、どうしよう。はい、広告ありがとうございます。ティンコロさん2000ポイントありがとうございます。ちょっとこれ下手したらあれだな、ちょっと待って、1、2、3、4、5、6、7、もしかしたらっていうか、もうどこ狙ってんでしょう、多分こっちのトロイホースですかね、多分戦艦の方狙ってんでしょうね。1、2、3、4、5、6、7、アムロもダメ、ダメだな。まあ逆に考えれば戦艦の位置をあれすりゃいいんですけどね。これで大丈夫かな。はい、広告ありがとうございます。ティンコロさん、はい、ありがとうございます。何使っても意味、使っても減らないです。まあ別にいいんですが、ね、はい、ありがとうございます。合計1000ポイント、どうも、はい。あ、ちょっと待って。あれ、ちょっと待って。それはよろしくない。いや、ちょっと、貴重な雑魚的な経験値を。いや、普段こんなに、なんてこと。甘いな。目標確認。破壊する。やめて。やっちゃった。なんてこと。
ていうかザクはねそんなガンダムってゼロに適してないよね。ねえあんまりね自爆機能はありますけどあんまりテロに ねえまあ短期でねそりゃね戦闘能力高いってことではありかもですが、何が夏だしやだホラジオホラジオやるにしてもあのバイオで我慢してくださいよ。どうしよう当たるかな。ゼロだったら自爆ベストがおすすめ。自爆ベストって何ですか。98か。ガンダム制度のあの5期のガンダムの方が合ってない。えウィンズの作戦に。まあまあそりゃねえ。マジに行くぜ。どう油断したか。目標確認破壊する。なんのこんなもん。これなら大丈夫かなと思いたいけど、あれこれどうでしょう。これもルナマリアはどこにいるの。ルナマリアは出ません。いません。爆弾を満載したベストだよ。起爆スイッチをつけて狙ったところで自爆、怖いですね。50%か。博士が各々で作って連携してないからしゃあないねえ、まあそういうのもあるでしょうし、ね、ちょっと確実にちょっとね削って落としたいですね。確かこいつね強化パーツマグネットコーディングかな、なんか持ってたような気がしたし、いや違うこいつは持ってない。直撃させる。まあ最悪落としなきゃ落としないでまあいいのか。よし。油断したか。500しか食らうのアムロで買った。目標確認破壊する。アガサは風が温度得ればよかったんだよ。僕ゼロ人みたいな核装備ガンダム作ればよかったんで。そう、でも核装備じゃさすがにね、でも。そりゃテロには向いてるでしょうけど。ゲッターの活躍はここで終わりですからね。このシナリオウィングだけね退けてくれればもうあと言うことはないですから、やっちゃえ。本当にね対ボス戦のね本当に最終兵器ですかね、リアル系だと。オッケー、やる。だがまだチャンスはあるはずだ。アザースってことでたまにねレベルアップの SE にならない時もあるんですが、まあそこは愛嬌ってことで、ね、この段階だとダブル系のガンダムはとにかく硬かった記憶が。硬いですよ本当に。削るのも本当に一苦労ですからね。どうしたもんかってね話ですからね。帝王の陳形はまこと逆なのにな。何のことですか。神魔様はずっと01が硬くて怒ってたよね。確かにね、結構ね、あれね、マシンガでね、めっちゃ集中砲火食らってもね、一応。でもあんまり、スパロウェフではその辺ね、再現されてませんが。まあしょうがない。クソ、息取られたのが、あー。若干悔やまれる。あのまま裏切られてればよかったのに。そういうことはね、思ってても言うもんじゃないですよ。
もうエヴァの面までやっちゃおう。無理ですよ。エヴァ7面でしょ。これ今4面ですから、まだねえ、今日ここでクリアして終わってあと5、6、ねえ、2はありますから。この程度ならまだ戦える。7面は来週じゃないですか。ジオンしかやらないジオニストだから。そうですか。最強ユニットでもギレンでは最強かもです。来週までお預けかな。お預けでちゅ。キモかわいい。かわいい。当たれ。意外とバンにも奮戦してます、ね、ジオンにリーオーがあればジオンは勝ってたよね。さあ、ね、リーオーね、まあそりゃ初見スパロボ F のオフなんぞ、はい、エブアウ TV でナイフ以外火力も分で使えないんだよな、はい、コミュニティフォローありがとうございます。581クムさんいらっしゃいませ。どうもこんばんは。知らないですよ。スパロボ F のオープニングって何あれ、何なんか何でしたっけあれ。オープニング曲はちょっと何でしたっけあれ、ちょっとタイトル覚えてないけど、エヴァ宇宙日でナイフ以外火力もゴミだよね。でもエヴァってどうなんでしょうね。僕もあんまりちゃんと使ってないけど。そうであるんだよね。ん？ポジトロナイフラー、多分サタン版でも完結編で多分追加武装ありますが、どうなんでしょう。エヴァってちゃんと使ったことないけど、でも結構真空率あるから、ナイフでも火力結構強くな、どうなんでしょうね。そのうち可愛いが取れて、キモいにどうでしょうね。コメするしてないでしょ。知らないですよ。矢印所詮プレア海外は排除。違いますよ。ちょっと誰もそんなこと言ってないですよ。何ちょっとスルーした。最強ユニットネモってだからギレンって反応したじゃないですか、ね、そういうことでいちいちそんな突っかからない。綾波が脱力持ってなかった。終盤までスタメン6がゲッター倒すとこみたいねえ。確か脱力持ってたような気はしたんでね。ザクがゲッター倒すとこ倒せるわけないでしょ。そもそもね、ゲッターに恐れをなしてネモにね攻撃しかけてんですから勝ち目ないでしょ。俺だってちょっと全然ダメージ入らんすね。なんで？あ、またはい、コミュニティフォローどうもありがとうございます。スパロボ F の、はい、僕は個別改造の方が好きかなっていうのは、ねえ、やっぱりいろいろね改造のね仕方にも個性出るでしょうからね。微妙だな。みんな大好きガンタンクは使えますよね。使おうと思えば使えるかもですが、そこまでして使う価値は僕はないと思うんですが、ねえ、そりゃ射程が長いから使えなくはないでしょうけど、そこまでして使う価値は、21残っちゃった、うん、何やってんの。さあ何が最低ですか。落ちないで。最高。最高、うん、ありがとうございます。届くブスシリーズのガンタンクはフル改造すると異常に硬くなったな。砲も打ち放題だし。 VS シリーズってあー対戦のやつですか。僕そっちはやったことないからあれですけど、まあこのゲームでもね射程はね結構上位に入りますかね。射程だけなら射程が長くてもね当たらなきゃ意味がないし、
当たっても軽くね、火力が低かったらしょうがないし。まあ、あとこれを誰が落とすかですが。あれ？あ、そっか、アムか。今2時間5分25分、まあちょっとオーバーするかな。まあ大丈夫でしょう。ドン。パワーが違いすぎる。落ちろってんだよ。当たるわけには。ナイス。オーバーするって体重？何がですか。体重はもう特にオーバーリミットですよ。160ですからね。まあ最近ちょっと減ってるからね。許さないから。まあ正確なね計測じゃないから、ね一応150ね7ぐらいにはなってるはずですから。どうしよう、当たっても落ちるかな。どうもそこまで。やっちゃうか、やっちゃえ。ドリルパンチ。落ちそうかな。やっぱり落ちる。結構ね、ハヤトクリティカル出ちゃうんですよね。需要は高いんでしょうか。181。ああでももう限界赤いか。多分あとコドンドームとあとズサと何でしたっけ、ガルスジェでしたっけ、あれだけやっちゃえば、危なかった、終わりでしょ。逃がさないよ。この程度ならまだ戦える。シャイニングフィンガー打ってまだシャイニングフィンガー打てる期待が出てませんよ。リアル系だとね、多分確か、縄でしたっけちょっと覚えてないけど、結構後ですよね、27だか28ぐらい、結構遅いですよ。サテライトキャノンまだ？サテライトキャノン、サテライトキャノン打てる期待は出ません、このゲームは。帝王のシャイニングフィンガー、何を掴むの何を掴むんでしょうね。お前っていうのが一体何かね、ってか、ね、あー狂っちゃう。まあいいかも、とっとと終わらそう。究極でシュフェンスとキックもな。そんなもんな、こんなこと言ってるから NG 増えるんだよね、笑ねえ、そうもんだったら控えましょう。分かってるな。クリッチャー、通報されたいのかな、なんでですか。赤破天狂犬見せてよ。まだまだ赤破天狂犬は本当に完結戦ね、はね、完結戦のかなりね後半ですから。どう、ウンジテリオやトールギスの方が人気あったような。期待の話ですか。わかんないですけど、まあトールギスはねかっこいいからわかるんですが、
強いジムは使うの？強いジム、そりゃ使っちゃいけないってことはねないんですから使っていいでしょう、うん、まあ使いにくいでしょうけどね、うん、ね本当にあれ使ったらねみんな吹き飛べってね本当に吹き飛んじゃいますからねラスボスですらね本当に吹き飛んじゃいますから。シャーガーバワークーでトールギス使っていたらアムロに勝ってたですかね。エルガイム勢の決戦とかめんどくさくて使ったなあーね多分ねそっちの方が楽でしょうからね。使ってほしい感ある。そうですか。まあ使えたら使いたいですが、ね、あれあのマップね DC とかねゲストとのね最終決戦のねマップとかで使っちゃえばね一気にドドーンですからね楽っちゃ楽ですけど。そういう意味じゃね人生縛りってことはねいい一点落ちたらね多分罪じゃないですかね、ある意味ねえ、多分イデンドに行っちゃうでしょうし。くらえ。さすがにやるじゃないか。行くぜ。わっ、やってくれんじゃないの。まあまだね言って相当先の話でしょうからね多分8月まあ8月中にね使う機会がまあまだあればいい感じでしょうからね。ビルバインは残念だろうなビルバインならいやのいやビルバイン残らなかったらそれはそれでいややばいって話でしょうねえ。そうでもない。そうでもない。ビルバインはただね、確かに回避性能すごいけど、逆に確かにね、当たっちゃったらね、多分ワンパンで終了でしょうからね。あんな距離から攻撃できるのか。そこがネックちゃネックですが、聖戦士もね言って、そこまで完璧ではないでしょうからね。6の7当たる？当たらなければどうということはないよ、うん、宇宙 B だしな。呪道ばかりにいい格好させるかよ。でもどうでしょうね、そのあんまり覚えてないけどビルマイも何場所によっては強制出撃っていうか、まあビルマイ短期って場所はなかったような気もするんで大丈夫かもですが、そう考えるとちょっと怖いですよね。ねえだから多分ドモンは落ちたらもうおしまいでしょうからね。ビルバインって最後バーンにやられたよね。まあ相打ちですけどね一応。ビーチャー育てると使えるようになるの？一応僕は基本的に全員ねなるべく本当に使えないゴミ以外は一応ねなるべく育てようとねが頑張ってますから。B ちゃんも結構強いですよ、多分ね。一応ニュータイプ技能ね、ありますから、確か、6ぐらいまで上がるはずですから、ねえ、まあ、バーニーとかよりはね、全然、
回避できるでしょうし。ビーチャーはコーン、いや、ビーチャーコーン覚えないですよ。ダブルゼータ組でコーン使うね、ジュドとルーぐらい。あと、ね、プルとプル2。ビーチャーはコーン使えなかった気がしたんですが。昔ね、魂ですか、魂は覚えてるような気がしたんですけど、まあちょっとね、昔のプレイ経験ですから、うろ覚えなんで違ってたらごめんなさい。モンド努力、ビーチャコーンじゃなかった？え？なんかあった気するんだけど。いやー、もうモンドは努力、モンドは確か努力あったかもですが、いや、コーンは、コーン、ビーチャーはコーンなかったと思います。違ってたらごめんなさい。危ない、危ない。まあ今手元に攻略版でよかったらググってみましょうか。ググるというか、ビーチャーはなかったんじゃないかな、コーン。やってくれる。ああ、まだ結構ザクいった。ビビ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 ビチャオレグ、ああやっぱりコーンはないですね、挑発あるから結構使えた、うん、そうそう挑発ですね、ビーチャー挑発が使えるんですよ。617個目さんいらっしゃいませね、その617個目さんの言う通り挑発が使えるから、うん、やっぱりねまだ使い勝手はいいんで、挑発か、そうですね。ね、F ではね、結構挑発ね、使えますからね。重宝しますから。帝王戦用アシマ作って。なんですか。なんでアシマなんですか。使えないやつだけ使わないで、他は育てる。その使えないやつがかわいそすぎるよ。いやいや、本当に使えないやつですから。現状一応全員使ってるでしょうね、えねえ、いいのだって使ってるしね、うん、本当にね使えないゴミじゃなければね、で出番はありますから、うん、ね、大丈夫ですよ、皆さんが見たいキャラクターは多分どっかしらで出番はありますから、そこは安心してください。いいのって補給だっけか。うん、確か補給ね、使いましたね、いいのは。パーシュレイは？いいの使っていいの？パーシュレイは出ませんよ。わっこ、うん、いいのを使っていいの。うん、はい、モカロンさんいらっしゃいませ。どうもこんばんはです。スパロブ F やってます。あとまだ結構いるな。マラサイ。いいのって女装が似合う子だっけ？ 1,2,3,4 まあそういうことになりますかね。なんか親父ギャグが聞こえたような。気のせいです。気のせいなんで、軽くスルーしてください。1,2,3,4 まあ自動ぐらいがちょうどあれかな。本日2回目のわしじゃよお願いします。はい。あやはらさんいらっしゃいます。どうもこんばんです。はい。わしじゃって、カラオケ？うん、今日は歌いますよ。ちょっと、ま、時間ちょっとオーバーしそうですが、いいですか？いけるか？ちょっとダメだ。あと10分でちょっと終わるペースじゃない。パワーが違いすぎる！2時間半じゃちょっと2はきついっすね。ね、まだ序盤だからね、まだね、はい、言っているですが、何がですか。そんな上手いとかじゃないでしょう。レベル10か。ダビスタと聞いて、ちょっと。ダビスタではありませんが。すするさんいらっしゃいませ、こんばんは。ダビスタはちょっと今日は、ねえ、ちょっと、
自分で似てる、いや似てる自覚はないです。いや リスナーさんからね、なんかね、来年が充実してくればかえって優等にことが進むけどね。売れる前はあがたは風が真犯人だったとの噂が、ね、うん、ね、なんかそういう話もありましたね、多分。ただ売れたからね、やっぱり犯人変えちゃったんでしょうかね、わかりません。スパロボ1話クリアしたらダビスタにしよう。それリスナーさんが納得するんですか。一応ね、あの申し訳ないんですが、うん、ね、ダビスタは一応ね、その僕がね深夜に寝つけない時のね限定でやるね枠ですから、まあだからこそね、僕ねそのアンケートとかねしないで、まあ承認したってとこもありますから、暗記はしたかな。ダビスタ見たいかってことで、1186のレベル10落ちるかな。まあだからね、1話でね2時間ぐらいとかね、ちょうどっていうかもっとかかるようになったね。まあコナンの単行本買ってあげるから、はい、ガサは風のとこだけ読み配信しよう。いいですよ、いいですよ、そんなの読んでてっていうか、それがリスナーさんに重要あるんですか。あと何体、3体ぐらい、1、2、3、もう尾形健一さん名乗っちゃいわいと。ダメでしょそれはね、まだ言ってね、ご存命の方なのにそんな名乗るとか。私が相手だ。お、うまい、お、すごい切り払った。ごめん。なるほど、油断は禁物ということだな。めちゃくちゃ似てるからな。そんなにめちゃくちゃですかってか、だいたいわしじゃしか言えないんじゃ、声優さんの代役にはならんでしょう。あるセミとミスターポポも似てましたよ。なのですか、セミとセミスターポポ。よく覚えてますね、キタキタ親父。僕あんまりキタキタ親父、僕も帝王様からもらった菊の花を大事にしています。もうあげてますよ、わらわら菊の花なんか。何言ってんですか、当たるかな。ゲッターアーム。なるほど、油断は禁物ということだな。ミスターポポだ。いつでしたっけね。ミスターポポ。あれどうでしたっけ。なんかあれちょっと、なんかもうちょっと似てたような気がしたら、なんかできなくなっちゃった。私ミスターポポとかでやったような気もしましたが、もっと黒人を意識して結構威嚇される。何が黒
確信をっていう問題じゃないでしょ。なんとこれほどの威力があるのか。所詮は私の敵ではない。見えろ。見える。当たるかな。93。いや微妙なとこですね。ひらめきちょっと怖いし、まあ多分当たれば落ちるでしょうけど、どうし、また失敗か。ハマン様申し訳ございません。次こそは必ず、うん、あ、こう思いましたね、うん、ニュータイプレベルも上がったし、うん、あとはネモズサ2人で削ろう。帝王よ、ナイフの時だけ一瞬かっこよくなるのやめて、はい、何がですか。かっこよく別に意識してませんよ。そこか。どう。なんの、まだまだ。落ちろってんだよ。ナイス。確かにナイスが口癖になってますかね。ナルシーでしたか。うん、ナルシーなんですかね。わかんないけど。確かに、なんかナイスも口癖になってきてますね。そんなもんかよ。さっさと終わらせましょう。努力はまだない。89か。支払いはまあされないでしょうから、うん、部屋の電気消すのにどいて、はい、ようちゃん消す。じゃあ住所教えてください。僕がわざわざね行って消してあげますから。このあ、今努力か。いつ寝るの？来てくれるの？もうすぐ。お尻を洗っといた方がいい。洗わなくていいですから。その前に住所教えてくださいよ。住所教えてくれなかったら、ねえ、電気消しにも行けないでしょ。俺の？誰の？神奈川県。神奈川県、本当にそうなの？洗わない方がいいって。誰もそんなこと言ってません。やってやる。リスナーの住所収集するままだし。だって、電気の家の電気消しに回ってくれるって。消しに回るというか、気が向いたらね。俺ガキの頃神奈川いたよ、横須賀。本当に下級生やってプレイボーイになってきました。なんかそういえば言ってましたね、ウニさんね、なんか神奈川横須賀にいたとか。
下級生にやって何言ってんですか。この程度ならまだ戦える。あら硬い。やってやる、やってやるぞ。やられるかよ。うわ弱。G がでかいんだよ。なんかそれも言ってましたね。いや僕あんまりね、だから神奈川ね越してから、なんだか帝王の近くに住んでる気がしてきた。気のせいですよ。ねえでも僕ねあんまり神奈川でしか G 見たことねないからね、比較のしようがないんですよ。俺もだわ。そうですか。まあ思って思う分には別に構わないですが、あんまりですね。こっちもまだ回復、あと1機頑張れと。もう今はちょっと過ぎましたからね。なんでそこ行くの。98、微妙なところ。修理して経験値ね稼いでおかないと。あと1800か。普通家で繁殖するのは小さい茶羽ネジーなのに、神奈川は普通外から来襲するでかい黒ジーが繁殖してるのよ。そうなんだ。あんまりその辺も気にしたことなかったですが、確かに神奈川で見るゴキブリはね、やっぱ黒いやつですからね。怖い怖い怖い。ねえ。普通家で茶番ね、なんで神奈川だけなんですか。神奈川だけなんですか。許さないから。なんでこの枠G ガチ勢がいるの。神奈川は西側は田舎だね。やっぱりやめときゃよかったかな。ねえまだねちっちゃい方はねまだねあれでしょうけど、いやなんかいるみたいなことも聞いたことあるんですが、昔はいなかったかねかもですが、今はなんか普通に出るとか聞いたことあるよ。ちっちゃかったら食べてた。さあどうでしょう、食べるのかね。G ガチ勢ウニくん登場。そんなガチ勢とかな名乗っていいんですか。あーどうも、はいコミュニティフォロー、はいありがとうございます。スパロボ F の人生縛りで今第4話もうクリア目前ですが、もう今日ちょっとねもうここで終わっちゃいますが、またよかったら明日でも10時からやってますんで、視聴してください。どうしよう、当たるかな。努力今日は寂しいから何でもいい。そうですか。
もうすぐ終わりますから、そしたら今日は歌いますから。ダビスタ今日、ちょちょ、なんでこれで当たんねえのっていうか、なんでバルカンで91なのバー、何言ってんの、嘘だと言ってよ、バーに。嘘だと言ってよって、本当に、なんでバルカンで100にならないの、当たりゃいいだけなのに、よし。うまやん。スパロボで 100% 以外信用しないことさ、ね、寒いボケかまって鳥は余裕あるな、ね、あいただ、だから無理だって言ったのに。 F はオールドタイプに人権ない作品だから、まあ一応ね、全キャラね、使える限りは使ってみようと思いますが、クリス集中、ひらめき、まあね、死なない限りはですが、それにしても DC は見境がないですね。ポセイダル軍と戦っている最中だっていうのに我々に攻撃を仕掛けてくるなんて全くだ。本来の DC の目的が異星人に対する防衛だというのを忘れてしまっているようだ。はい、どうも、ふわぎのさん、いらっしゃいませ、こんばんはです。今リアル系4話クリアしたとこですね。でもうちょっと申し訳ないけど今日はここで終わりますね、うん、ごめんなさいね。はい、各自持ち場につけ、大気圏突入準備に入る。突入角度、トレース、やはりジャブロンに向かっているようだな。任務続行、追跡に移る、まね、うん、はい、お疲れ様です。何？防空衛星だ、まだ生きていたの。毎日に話ずつか、またね。いや、どうでしょう。まだ序盤で短いからね、2話できるでしょうけど、もうちょっとね、ステージね、難易度上がってくれば、普通に2時間にね、かかるでしょうし、てか、2時間で終われないかもですかね、1話。まあ、その辺はちょっと状況見て。早めに50円返してね。何ですか、50円って。しまった。第5スラスター破損、突入角度、コンママイナス3、ク。お疲れ様です。ダメした、ちょっと今日はお休みしましょう。あら、流れ星、あ、近くに落ちたのかしら。何事ですか、お嬢様。何ですか、リスナー嬢って。ちょっとこう、セーブしたらカラオケ1曲歌いますよ、じゃあ。隕石が近くに落ちたようです。それは、急いで避難いたしませんと。大丈夫でしょう、海の方角でしたから。さようでございますか。しかし最近は物騒になっております。例のポセイダル軍とやらの進行も、いつここまで来るか。お嬢さんも一刻も早く安全なところに避難していただきたいのですが。またその話ですか。お父様が戻って来られるまではここを離れないと言ったでしょう。はあ、かしこまりました。また戦争が始まる。一刻も早く戦いのない平和な世界が来ますように。ということで、ちょうどですね、はい、じゃあセーブして、はい、今日はここまでということで、はい、ということで、はい、2時間40分ご視聴どうもありがとうございました。お疲れ様でした。